サッカー日本代表は16日、北10枚ワールドカップ、W 杯、アジア2次予選初戦でミャンマーに5-0の勝利を収めた。FW、上田綾瀬が代表初のハットトリックを達成。観客席にいた妻が中継に移り、可愛すぎた、関係性が好きすぎる、と話題を集めている。動画、可愛すぎた、関係性が好きすぎる、サッカー日本代表、上田綾瀬。 観客席のモデル妻に歩み寄った動画。寒空の下、客席最前列にいた私服の女性にファンの視線が集まった。三得点の上田は試合終了後、ボールを持ったままスタンド前へ。ハイタッチを交わした相手がモデルで妻のゆふなつきさんだった。言葉を交わし、愛妻からサムアップポーズをもらった。アベマ公式 X、旧ツイッター、が動画を公開。 X 上では、可愛すぎた、関係性が好きすぎる。二人が、夫婦とかもう完璧じゃん。一周回って上田綺世に嫉妬してる。めちゃくちゃ可愛いなと思ってたら上田綺世の奥様だったのか、羨ましいわら、上田綺世幸せもんやな、と先望の声などが上がった。上田は前半11分、MF 南の匠からの浮き玉のパスに頭で合わせて先制。20の前半終了間際にも、 MF 同案率のパスから2得点目を奪った。後半5分にハットトリックを達成。日本を勝利に導く活躍だった。